来ましたね。あー大きい、大きいですね、はい、今まででも結構最大のものが結構攻撃的ですね。おっと、カミツキガメ、北アメリカ原産の外来生物です。1960年代以降ですね、かなりの数がペット用に輸入されまして、その時は500円玉ぐらいのちっちゃな小ガメで輸入されていたんですね。子供でも自由に飼うことができたんですけども、大きくなりますからね、飼いきれなくなって離したり、あとは逃げられたりして野外に入って、これでは危険だということで環境省が特定外来生物に指定したという経緯です。すごいね、やっぱ噛みに行く。こういう大型の危険なカメなので、市民の方の安全というのにもとても関わってきますので、加藤先生に見ていただいてアドバイスをいただきながら、一緒に根絶できるように市も協力して一緒に頑張っていきたいと思います。ありますね、メスがいればもう繁殖できる、これ生態です。同じサイズのメスだったら卵は50くらい。急にこんな大きいのが出てくるっていうのがちょっとびっくりですね。一度にね、卵40個産んでしまうんで、一度繁殖してしまうと野外で、とんでもないことになるんですよ。静岡市から、カミツガメが見つかったということで、他にいるかどうかの確認ですね。まあ、子ガメが取れたということは必ずメスがいるので、そのメスを、まあ、1匹か2匹か分かりませんけれども、とりあえず捕まえたいです。罠120プラスアルファですね。ここで子ガメが見つかってます。でここに、まあ、他にもいるかどうか重点的に見ますけども、で仕掛け終わったら反対こっち側で、こっち仕掛けて戻ってまたこっち行って、この赤い点のところは全部仕掛けます。研究の一環ですね。私の研究室は、まあ、教員になる学生が多くて、あとは行政ですね。今のうちに経験を積んでもらうという。じゃあここも一つ。何番？加藤先生も本当いろんな分野のいろんな生物について詳しく、すごいものすごく詳しく知っているので、質問をしても的確な答えが返ってくるので、そういう意味ですごいなという思います。テレビ番組で楽しくこう日本の全国の人たちにもこの生態系を守るっていうことを伝えているところは本当にすごいなと思いますし、普段楽しく教えてくれるので憧れの存在です。そうですよ、すごい面白いですよ。まずは120仕掛けて様子を見たいと思います。はい、じゃあ罠引き上げてください。2つ、3つか、ちっちゃいのもあるね、はい、で、そのちっちゃいバケツ持ってきて、はい、入ってますね。61番赤ミミガメメス、そうそうそう、191.7。 はい、大きさ測ってます。どれほどのね、カメが生息しているか、種類ね、個体数、もちろん種とかですね、
測っています。大きさ、成長の度合い、オス 86.0、 これで2年繁殖しているので、これらも全部取り除かないとならないです。全部、はい、回収します。餌入れた？はい、大きいね。赤耳ガメメス、見える見える見える、はい、あ、いい感じ。草がめメスだ。 143.2。 これも赤いですよね。赤いのはもう完全に中国産の草がめですね。やっぱ中国産の草がめっていうのはあんまり成長しないです。あ、頭は大きくなりますけどね。韓国産の方が大きくなりますね。韓国産草がめなんですね。はい、もっと大きくなって真っ黒になるタイプですね。赤っぽくて小さいのが中国産。ただそれらがもう混ざっちゃっているので、どれが中国産か韓国産か、そもそも日本にいたのかどうかもちょっとわからない状態です。あ、草がめは中国から朝鮮半島に分布する外来種です。中国産の方が茶色くて小さく、韓国産の方が黒くて大きくなる傾向があります。これは黒い方が日光浴で体が温まりやすいためと思われます。日本の国内ではこれらが交雑しているので、両方の特徴が混ざった個体もいます。また一番問題なのは日本の固有種である日本シガメと交雑して遺伝子汚染を引き起こすことで、日本の生態系にも大きく影響を与えます。スッポンが入りましたね。スッポン、スッポン大事ですよね。スッポン、これオスですけど、やっぱ外来種なんか食べてくれますから、カミツキガメの赤ちゃんを食べてくれるとしたら唯一このスッポンしかいないですね。このね、遊水地ね、周辺もともとスッポンが多い地域なんですね。なので徳川家康とかね、この辺りにね住んでいた時からスッポン有名で、物産目録にはちゃんと載ってるんです、スッポンって、ね、で、スッポンは逃がします。写真を撮っておきます。日本スッポン、甲羅がとても柔らかい、進化の中で重い甲羅をなくす、そういった生き物です。軽くなるんですよね。しかも泥の中に潜りますから。これって今日本で数は減ってるんですか？今減ってます、各地で、特に、河川、はい、ね、スッポンが上陸して、はい、卵を産めないような状況になってますからね、はい、スッポンはね、リリースします。お、噛まれそうになった。課長先生、なんか花が多分、一応今1個持ってきたんですけどね、これ、こっちのでかい、これ、これ特定外来生物ですよ。え、特定外来生物、ハナガメ。これもペットで売られていたんですね。で、飼っていて、特定外来生物になった時に登録すれば飼えたんですけどね、それが煩わしいと思った方が話したんでしょうね。これ中国大陸原産、ハナガメ。顔にたくさんの筋があるのが特徴です。おとなしくて噛みつくことはないんですけども、日本のカメと交雑して遺伝子汚染を引き起こします。これは放されたものです。ペットで飼われていたものですね。甲羅のね、歪みがあるので、飼われていたこととね、分かります。特徴はお腹ね、赤耳ガメみたいに黄色い部分が多いんですよ。そこに黒い模様がちょんちょんと張ります。これが特徴です。
イシガメ。いた。いましたね。ちっちゃい赤ちゃんいますね。イシガメ増えているようですね。子ガメが見つかりました。今はまあ準絶滅危惧種とかに、ね、位置付けられていますが、アカミイガメが食べちゃうんですよ。日本の在来種で固有種ですね。日本にしかいないカメですけども、こういった大型のカメがいると食べられてしまいます。それがね、小さければ小さいほどね、頭なんかもね、ガブッと一カミですね。どんどん外国産のカメに追いやられて、日本石カメが数減らしています。全部抜くかな。もう抜くといえば先生がいつも活躍されてるテレビ東京の。もういつか取ってやるかな。カミツキガメの天敵って日本にはいないんです。敵になるのは人間しかいません。私たちがもう捕まるしかないです。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。